どうでしょう。まあ、昨日の試合ではそのやってきたことが出てそれがゴールにつながっただけで、まあ、今までやってきた中でできてたけど最後ゴールが決まらなかったり、やってきたことじゃない形でゴールができたりいろんな形があると思うけど、まあ、昨日できたから、時間かけてきたことが実ったというわけじゃなくて、ワールドカップの時に一番いいそういう回数を増やせるように今からまた準備していけばいいかなと思います。まあ、毎試合毎試合まあ、いい関係で、誰が出ても、いい攻撃ができるようにすることが一番大事だと思いますし、まあ、本番じゃないので何とも言えないですけど、しっかり、初戦に向けてまずコンディションのところを最高の準備をすることと、まあ、そのフィーリングのところを少しでも、合わせていけるように準備することだけだと思っているので、まあ、それが自分が出ている時も、まあ、誰が出ている時でも、同じようなことができるようにしていかないといけないと思います。ここまで、本当に大きな怪我人がなく、全員が戦える準備をしているので、このまま全員がいいコンディションで、怪我なく誰でも、みんな出れる準備をして本戦に向かうことが一番大事だと思いますし、まあ、今報徳が出てないですけど、まあ、本戦には 100% 持ってくると思うし、それはもう全員少しの、まあ、年齢やったり、まあ、いろんな小さなそのアクシデントっていうのを、本戦までには、完璧に直して、ほんまに 100% いい体調、いいコンディションで臨めるように、いってもいいかなと思います。